ジブロホ氏は赤道ギニアを構成する行政区画の一つ。行政史ではあるが、県と同格の地位にある。2015年8月1日にウェレンザス県の兄ク地区より分離2017年に正式発足した。面積は452.5平方キロメートル。主婦はラパスにある。ラパスは2017年に解明されるまでおやらと呼ばれており。 このことから同志を、おやら剣とすることもある。以下の2地区から成り立つ。コングラチュレーションズフロムジブロホガバメントデリゲート。ギニーイコートリアルプレス。2018年12月29日、閲覧。ロー、グイラム、プロビンセスオブイコートリアルギニア。スタトイズ。2018年12月29日、閲覧。AB、サラムイナウグラチオムオブザニューシティオブジブロホ。 イコートリアル、ギニアプレスインフォメーションオフィス、http コロンスラッシュスラッシュ www.guineaecuatorialpress.com スラッシュ noticia.php id イコール 6805&、ラングイコール en2018 年12月29日、閲覧。 ラプレジデンシアデラリピュブリカサンシなどスヌーガバスレジェスイコートリアルギニアプレスアンドインフォメーションオフィス http スラッシュスラッシュ w w w g u i n e a c u t o r i a l p r e s s c o m スラッシュ n o t i c i t p h p i d イコール九千九百四十五二千十八年十二月二十九日閲覧 リパブリック・オブ・イコートリアル・イニアシティ・ポピレーション2018年12月29日閲覧ありがとうございます。